はい、後半戦スタートです。後半戦の一番手はステーキさんですね。火が弱くてこれもまた不安ですよ。半額商品だったんですよ。色がね、赤じゃなくてね、赤紫色でした。大丈夫かな。焼き直しですね。またガーリックをバーやってバーやって、香りをオリーブオイルに染みさして、あ、俺輪ゴム、あ、ちょっとね、ステーキが結構でかいんで、あー、もう結構すぐ焦げちゃうな。結構すぐ焦げますね。でも味付けしてあるんで、これを、あ、焦げちゃう焦げちゃう焦げちゃう、こういう事故もね、またキャンプの醍醐味だよね。よいしょ、危なかったよ今の。大惨事になるとこだったよ。いい音聞こえますか、ブラジルの皆さん、聞こえますか。いい音、この音。もうものすごいいい香りが漂ってます、あたりを。ニンニクの匂いが。はい、ひっくり返します。はい、いい焼き目。これ結構こっち面長く焼いたんで、こっち面はね軽めに焼いて、またセルフサービス系でいきますか。そしてじゃあ、あと30秒ぐらい強めにパッパーっと焼いて完成ですね。今回おそらくミディアムレアできてるんじゃないかな。切っていきます。ちょっとあれだな、逆光だな。ああ、光がね。まあど真ん中切りますか一回。あ、表面サクサク、なんかマジかよ。ああ、結構火通っちゃう。マジかよ、すごいショック。洗ってこう。あ、ブラックペッパーたくさんついた、美味しそう。じゃあちょっとね、セルフサービスで温めたお肉を、多分ね、いや全然普通に美味しいと思うんですよ。いただきます。うん、うまい。サーロインステーキ、柔らかい柔らかい。こっから見るともう美味しそうに全く見えないね。さっきの落とした肉洗って、また味付けして焼いてます。でもね、美味しいんですよ。砂利がね、程よく混じって。見てください、この友人のスペース。ハンモックでやっぱ寝るみたいですね。壁がないんですけど、なんかね、さっき座らせてもらったけど、もう空間ができてる、あったかい感じの。わあ、いいね。今宵もいい時間になってきまして、ある程度片付けも終わりまして、終わってないけどね、これからゆっくりお酒を飲んで、あとは寝るだけかなと思います。やっぱりね、思ったのが、あんまり料理作りすぎると忙しくてゆっくりできない、手を休めなきゃいけないなとは思いました。デジカメの電池がまたないので、明日もしかしたらまた iPhone の撮影になるかなと思います。ではおやすみなさい、また明日。なんとピザを焼いてます。もう11時半になろうというところで、ピザ普通に美味しそうですね。
ピザ完成。ちょっといただきます。あ、かなり熱いよこれ。熱っ。しかもね、意外にサクサクに焼けてるという。いただきまーす。はいはい。うん、ピザトースト、ピザトーストの味。むけるね、うまいうまい、うん、うまっ。おはようございます。朝8時です。ぐっすり眠れましたね。やっぱいつも前日疲れてるから。いやー、寝た。そして晴天、素晴らしいです。いやー、癒されますよこれは。梅雨真っ只中なんですけどね、もう昨日と今日しか晴れないんで、あとは雨なんで、最後までじっくり楽しんでいきたいと思います。少し片付けしてから朝食作れたらいいな。朝が天気良すぎて気持ちいいんでチャプります。冷て。あ、気持ちいい。こちら辺はね、下にね、石にね、苔藻とかがね、生えてて、こんなに綺麗に見えないけど、実際は川の水は綺麗ですね。あんな、あー気持ちいい。ここだとなんか、あれかな、川の水で顔を洗うっていうのはちょっと一瞬抵抗ありますな。あー目覚めるわ、はかどる。友人が朝ビールやってます。朝ビールいいね。チェックアウトが午後の5時なんで全然余裕ですよね。こういうことができるのもまたいいよね、ここのキャンプ場本当に。はい、じゃあ今からですね、そうめん、念願のそうめんを作っていきます。って言っても具材切って並べて茹でて終わりなんですけどね。まあ余ってる具材、目玉焼きだとか卵かベーコンだったりだとか、そういうのも全部入れちゃいたいと思います。切りづら、あ、ちょっとこれ切りづらいね。はい、切れない包丁が、切れない包丁が、切れない包丁、俺とお前の中みたいに切れない包丁。はい、ベーコン炒めの、この後は目玉焼きを炒めて、とりあえず下準備は完成ですね。あー斜めだからちょっと一回寄せないといかんな、これ固まるまでね。黄身が、麺入れていきます。折りたいんですけど、折った方がいいんだろうけど折りたくないから、一回柔らかくしてから入れます。あ、いけるね、いけるわ。麺入れすぎてとろみがやばい、あんかけみたいになってる。まあちょっとある程度火取れば食べれるでしょう、洗うしね。はい、完成しました。そうめんと、その他具材ですね。早速食べていきましょう。ちなみにこれサムネ用にね、日向に出て車のボンネットの上で今撮影してます。どの角度がいいかな、こんな感じがいいのかな、ちょっとこういう離れた感じも撮っとくか。はい、じゃあ実食。はい、じゃあいただきます。軽く撮って、ちょっとね、ぬめりがあったから不安なんだよね。硬くなっちゃってる感じがしますね。ちょっと音すいません、失礼します。ズルズル。
ただきます。うん、うん、そうめんってどうやって失敗すんの？これはひどいな。粉です、粉。あ、おいしい、おいしい。はい、ごちそうさまでした。ちょっとデジカメの電池がやばいな。そうめん食べてる間に友人がね、昨日行けなかった小滝、大滝まで探検しに行ってくれたみたいで、その写真ね、いただいたんでパパッと見ていただきたいと思います。はい、やっと片付け終わりました。天気がね、最後まで良くて、暑くてしょうがなかったですね。今回のキャンプはこれで終了です。充電も、デジカメの充電も最後まで持ってくれて良かったです。今回ですね、もともとからかしキャンプ場に行こうと思い、道志の森に変更しようと思いましたが、友人が、青の原キャンプ場にいるということでこちらに来たんですけれども、本当に来てよかったですね。これ道志の森はまたいずれ行くんで、新しいキャンプ場を知れてよかった。で、青の原キャンプ場も本当にいいキャンプ場だったので、またリピート確定ですね。やはりいろんなキャンプ場にチャレンジしてみるべきだなと思いました。というわけで、本日はこれで終了させていただきます。よかったら、チャンネル登録、高評価など概要欄からしていただけたら嬉しいです。では次の旅で、バイバイ。